はい、長谷園のね、卵とニラだけでもう一本ということで、ニラ玉というのをね、買ってきました。オイスターソースが、まあ、決め手ということで、オイスターソースのニラ玉でございます。では、いただきたいと思いますね。うん。なかなかのね、いい味です。で、こう、うん。ニラ玉とね、うん。ほんのりとした卵の味とね、ソースがうまく合わさり、それでこの、うん、結構いいね。ご飯の味とよく合わさってて、うん、この感がこれはこれで悪くないなというふうに思います。で、ここね、うん、おいしくて、なかなかの、うん、いい味ですよ。あの、ニラの、より強い香りと味わい、そして、卵がうまく包み込んでいて、そしてこの、うん、しいたけ等の野菜が、うまく合わさってるっていうのは、なかなか決め手でいいですね。こうニラと卵だけでもう一品できるね。この長谷園のシリーズ、味は結構、まあ一から作んなきゃいけないんだけど、一からって言ったって、まあ材料はほとんどこれあるんだけどもね、あとはちょっとニラと卵だけっていう、まあちょっと一つ、一週間に知るぐらい材料買ってくれば出来上がりですみたいな感じなんですが、まあ中にはこういうの作るのめんどくさいって人いるかもしれないんだけど、まあ、たった2分半でね、できますから、まあ、ちょっとの時間があればいいんじゃないかなと思います。ただ肝心のご飯を炊くのを忘れてたりなんかしたらね、大変ですけども、でもまあなかなかの味わいで、うん、いいなと思う。これで 2,3 分でできるんだったらね、本当に便利な世の中ですよ。大昔はね、もうこういうのがない時なんかはね、もう一から、ほんと一から、ゼロ、一からっていうかゼロから作んなきゃいけないみたいなね。なら大変でしたけども、今は、こういうふうにね、スーパー行って買ってきて、材料買ってこういうのを買えばすぐできるわけだから、非常に便利な世の中ですよね。昔は、それこそ大昔はね、もう卵なんつったらね、鶏を飼ってきて、そこから始めるのかいみたいなね、鶏を飼ってきて、鶏の卵を産ませて、そこから料理をっていう大変だったんですけどね。でも今はね、非常に便利だようで、
こういうふうに具材と用意されてるんで、それに合う野菜とか玉ねぎ買えば、玉ねぎじゃない、野菜とか卵を買えば出来上がりっていう、非常にいい時代です。でもなかなかこれは味もそんなしつこくないし、ちょっと濃い味はしますけど、でもなかなか味の野菜の味わいがそれぞれ引き立てて、これはこれでいいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。